おう、皆さん、ごきげんよう。今日は、マイボス、マイヒーローじゃない。ごめん、愛してるの。永瀬智也くんの、モノマネで、動画、撮影していくんで。それで、今日は久しぶりに、魚をさばく、イワシのみりん干しを作るんで、最後まで見てくれよな、ボケチンが。今日使うイワシは、あ、これです。どう見てください。新鮮な、そして丸々太った、脂が乗ったイワシだろ、ボケチンが。おう、どうだ。別のアングルから見ると、さらにうまそうだろ、ボケチンが。イワシは、秋から冬が脂が乗ってうまいから、覚えとけよ、ボケチン。おう、みんな。こっから調理していくんで、よく見ておけな、ボケチンが。まあ、モノマネといっても、顔とか容姿は似せることはできねえけど、見てよ、このアングル。前回の魚をさばいた時の撮影よりは成長していると思うんで、そこは分かってくるような、ボケチンが。まあ、そんなことはどうでもいい。早速調理していくんでよろしく。まず、イワシのこのままじゃ干せないんで、頭と内臓を取っていくぞ、ボケチンが。まず包丁、頭を落とす。見えるか、ボケチンが。ちょっと久しぶりだから、ちょっと手つきがおぼつけないかもしんないけど、多めに見てやってくれ。に、一気にやっていくぞ。二匹目。きちんと、まずは、頭を取っていくぞ。うちは4人家族だから4尾分用意した。どうだ、見えるか。きちんと身がもったいから頭のギリギリまで探して、ギリギリの位置を探して、こういうふうに歯を入れて、おな、魚の体を後ろに引けば自然とスッと抜ければ、しかも鮮度がいいと、こういうふうにきちんとした状態で、鮮度がいいときちんとした状態で取れるんで、鮮度がイワシは鮮度が落ちやすいから、鮮度がいいうちにやってくれよな、ボケチンが。まあ、まずは頭と内臓を取ります。まあ、まずはこのように頭と内臓を取ってやったぜ、ボケチンが。おう、ちょっと次はよ、魚ってのはよ、まだ血がついてるだろう。知らない、これがつきっぱなしで料理しちゃうとよ、後で生臭くなって美味しくなくなるんで、水洗いしてやるんでよろしく、ボケチン。水道水で洗うんだけど、水道水だとよ、水道水で長い時間身をつけちゃうとよ、魚の色が変色しちゃうから、ここを素早くささっと洗ってくれよな、ボケチンが。手早くやってるぞ、ボケチン。ここできちんと血を洗ってやることが後で美味しく食べる秘訣だからな、ボケチンが。お、次にイワシを開いていく、ボケチン。まずはイワシの頭を自分がいる側の方に向けてよ、お腹の方に切れ目を入れていくぞ、ボケチン。歯の先をうまく使ってきれいにやってくれよな。
まず最初の一発目は浅めに入れて、次はこの背中見えるか、背中の位置ぐらいに歯を入れて一気に開いていくぞ。こんな感じでなるんだよ。ここの身はもったいないから、なるべくこっちの骨の中骨につけずにこっちにつけてくれような、ボケジンが。あまり魚触らすぎるとよ、身が割れやすくなるから、あまり触らないでやってけよ。で、こういうふうに、今度は逆の方に頭を向けてよ。また同じように歯を、お腹の方からよ、歯を入れていくぞ、ボケジン。歯の先で1回目は浅く入れて、で2回目はよ、ちょっと深く入れてよ、この歯の、包丁の歯の先をまな板の板にきちんとつけて、こういうふうに手前に引いてってやってくれ。このちょっと難しいけどよ、コツつかめばできるかよ。そしてこういうふうになるからよ、ここで中の太い骨がつながっているから、こうきちんと落としてやってくれ。これでどうだ、こんな感じになるぞ、ボケジンが。これでイワシの天ぷらフライも作れるぞ、ボケジンが。イワシの頭を自分側に向けてよ、包丁を入れていくんだけど、最初はこの歯の先っちょな、歯の先っちょだけ軽く入れて、尻尾の方から頭の方に向けて切ってやってくれ、ボケジンが。そして2回目はよ、この背中の部分見えるだろう、ここまで歯を入れて、その背中側の歯を破らない程度に奥まできちんと歯を入れて、こういう風にさばいていってくれるの。こうするときちんと開けるからよ。で、その時に気をつけてほしいのが、ここに骨がついちゃってるから、これを子供、赤ちゃんとか子供とか老人は食べるときにちょっと邪魔になるかもしれないから、きちんと取ってやってくれ、ボケジンが。そして頭を今度は奥に向けて、同じように逆側のこのお腹の部分にまた歯の先を少しだけを切れ目を入れてよ。そして2回目は奥まで、 歯の先を奥まで、そしてよ、この包丁の先をまな板にきちんとつけて、そしてこの歯の真ん中ら辺はよ、中骨にきちんと沿ってやっていくと、ほら、こういうふうにうまくできるだろう、ボケちゃんが。このきちんと、こういうふうにきちんとよ、身の方、骨の方、このきちんと骨の方じゃなくて、食べる方に身を多く残してくるような、ボケジンが。あとはよ、まあ早くやるとよ、こんな感じで、ちょっと魚の油で、まな板が滑りやすくなってるんで、あとできたら、このまな板の下は、タオルを引いてやった方が、まな板が滑らなくて、やりやすいぞ、ボケジンが。あともう一つ言っておくとな、中にはこのよ、ここに背びれっていうのがあるんだけど、これをこれだな、これを食べるときに気になる人もいるんで、この背びれをよ、このイワシを軽く真ん中ら辺で曲げてよ、背びれを下にやってよ、歯の先をつけて、こういうふうにやるとね、取れるからな、こういうふうに取れるからな。そこもポイント、ワンポイントだぞ、ボケジンが。ちょっと集中するんで黙ってやるぞ、ボケジン。あ、そうだ、最後にここ一つ言わせたけど、ここに
こういうふうにやった時によ、ここに骨がこうきちんとこの中骨を切る時はよ、きちんとこう歯を立ててまな板の方に下に押し付ければこれ取れる、こういうにちゃんと分かれるから、ボケジンが。いや、これで一旦終わりだ。どうだ、近くで見ると、まあ久しぶりに、半年ぶりにやった割にはなかなか綺麗だろう、ボケジン。身の方はよ、こういうふうにこんな状態になってんだ、ボケジンが。どうだ、なかなか綺麗だろう、ボケジン。開き終わった後は、要は魚の中にある水分を取り出して、後でみりん漬けにするときに、みりんが魚の身によ浸りやすくするために塩をかけるぞ、ボケジン。これ、この作業大事だからな、ボケジンが。この塩をかける作業をやっておくとよ、後で一味も二味も違ってくるんだぞ、ボケジンが。おう、塩をかけた後はよ、30分から1時間程度寝かして塩分が水分を取ってくれるんで、そこを分かってくれような、ボケジンが。ボケジン連発しちゃってるけど、思ったより魚の料理神経を取られてるんで、ボケジンばっかでごめんな。見てみろ、沸騰したからさっきのイワシのアラを入れていくぞ、ボケジンが。ちなみにアラ汁作るときはよ、ちょっと湯気立っちゃってるけど、今みたいに湯通ししてから、あと生臭さが消えてさらに美味しくなるぞ、ボケジンが。さっき湯通ししたイワシの骨をもう一度煮詰めていくぞ、ボケジンが。みりん漬けをする前に材料を紹介するぞ、ボケジンが。見ろこれ、今日使うのは本みりんに丸大豆醤油に白砂糖だ。みりんと醤油を1対1の割合で入れてよ、白砂糖をお好みで入れてやってくれ、ボケジンが。それでタレはこんな感じになるかな、ボケジンが。おう、ボケジンが、イワシに塩を振りかけてから30分が経ったんだよ。塩を水洗いしていくぞ、ボケジンが。さっと水で洗うだけでいいからよ、ちょっとアングル寄せるぞ、ボケジンが。さっと洗うだけでいいからよ、あまり水で洗いすぎると身が白く変色しちゃうから気をつけてくれよな、ボケジンが。では水洗いしたらよ、クッキングペーパーでちんと魚の水分を取ってみりんを染み込ませやすくするぞ、ボケジンが。まず身の方から取っていくぞ。身の方の水分取り終わったらよ、こういうふうには裏返しにしてよ、見えるか、裏返しにしてよ。今度背中の皮の方の水分を取っていくぞ、ボケジンが。まあこんな感じでいいだろう、ボケジン。ああ、これからよ、イワシをみりんにつけるんだけどよ、生臭さと隠し味の意味合いでよ、生姜を少し入れてやるとよ、いいからな。おお、なかなか手強いぞ、この野郎。これぐらいで十分だろ、この野郎。これ入れるぞ、この野郎。ちょっと、まあ、生姜を混ぜてやってよ。おつけていくぞ、この野郎。わしを、この身の方をよ、このみりんにつけていくぞ、この野郎。なるべく、かぶらないようにしてってくれよな。まあこんな感じでよ、ちょっとよ、皮の方にもみりんが浸るようにしてやってくれ。まあ手で
手かなんかでこうやって塗ればよいいからな、この野郎。これで1時間ぐらい作ればいいだろう。イワシはサバよ、他の魚と比べてよ、このタレが染みやすいから、あまりやりすぎると塩辛くなるから気をつけろよ、この野郎。これよ、ラップしてよ、あとは冷蔵庫に入れるだけだ、この野郎ボケチンが。おお、ボケチンよ、今からみりん干しって言ったけどよ、干すっていうのは2つのやり方があってよ、天日干しっていうよ、日の光に当てて干すやり方とよ、陰干しっていうよ、冷暗所に置いて干すやり方もあるんだ。今回はよ、冷蔵庫に入れて陰干しの方でやったからよ、よろしくな。おお、これからよ、うちのマザーがよ、ごま振り、見栄えを良くするためにごまを振りかけてくから、ちゃんと見とくんだぞ、ボケチンが。ほら、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 おい、少しは見栄え良くなっただろう、ボケチン。これで焼いていくからよ、よろしくよ、マザー。はじめ！これで弱火で焼いていくから、よろしくな、ボケチン。焼き終わったらよ、リーダーの城島くんに食べてもらうから、リーダーよろしくな。はい、どうも皆さんごきげんよう、城島茂です。永瀬くんにね、食べるのは、お前がやれとね、バトンタッチ受けましたので、僕がね、食べたいと思います。お、早速ね、イワシのミニ干し来ましたね。じゃあ早速食べたいと思います。はい、出来上がったのがこちらです。いやー、すごく美味しそうですね。では早速食べていきたいと思います。実食。いやー、もうね、身が白く、白身がかかっててすごいね、油がなって美味しそうですね。はい、いただきます。いやー、幸せですね。イワシの脂の甘みと、このね、醤油とみりんのをつけたタレのね、甘みがうまくね、かき合わさって、非常に美味しく出来上がってますね。いやー、永瀬くん、さすがですね。というわけでね、これからも魚をさばく動画撮っていくんで、よろしくお願いします。次は誰でモノマネやるかね、ぜひ楽しみにしてください。城島茂でした。バイバーイ。今日はご視聴いただきありがとうございました。次回も見てくれよな、ボケチンガー。